れ様です。ラフチャンネルの有馬です。有馬ラジオボリューム25ということで、だいぶ間が空いたと思います。今ね、ちょっと見てみたんですけど、有馬ラジオボリューム24出してから22本動画が間に上がってまして、22本ぶりに有馬ラジオボリューム25が出ると、だいぶ間空きましたよね。本来だったら週1ぐらいで、まあ日曜日の夜とか出していこうかなと思ってたんですけど、まあね、なんで空いたんでしょうねなんでこんなに時間が空いちゃったのかちょっと自分でもわからないんですけど、久しぶりの有馬ラジオということで、ゆっくりね、まあこのラジオは基本的にダラダラ話すような動画なので、まあ動画って言っても映像はないんですけど、ぜひね最後までなんか作業しながらだとか、メンテナンスしながらだとか、まあ寝る前だとか、何かねながらで聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、いろいろと話していきたいんですけど、基本的に有馬ラジオではいただいていた質問内容ですね、質問ボックス、質問箱かに来ている質問内容にお答えするんですけど、まあ、その前にちょっとね、最近あった出来事というか話しておきたい内容をね軽く話したいなと思います。でまずね、1つ目、鼻声なんですよだからね、今こうやって音取っててめちゃくちゃ喋りづらい、なんか常になんていうのかな、鼻にかかってる感じ、ちゃんと喋れてるのかちょっと自分でもわからないような感じがすごいね、喋りづらくて、だからちょっとね途中飲み物飲みながらやりたいなと思うんですけど、まあその辺はね気にせず流してもらえたらなと思います。で最近初めてね、ラフチャンネル2020年2月の14日ぐらいから動画を上げ始めまして、まだ1年経ってない状態なんですけれども、初めてラフチャンネルのグッズを出しまして、白松くんステッカー4種類、白と黒とピンクとオレンジ、4種類ねステッカーを出させてもらいました。でこちらのステッカーがね、丸型円形のやつですね、直径5センチの円形のステッカーで1枚500円で販売してます。でどこで売ってるのかって多分ね気になる方いると思うんですけど、まあねちょっといろいろと諸事情により、当初はベースショップを使おうと思ってたんですけど、ベースショップが個人情報を思いっきし出ちゃうんですよ。誰が販売してるのかっていうのを表向きにねちゃんと表記しないといけないっていう、まあネットショップを開設する場合は基本的にそういうルールがね、法律上設けられてまして、そうなってくるとやっぱりねネットショップは無理だとってなっちゃうと、もう視聴者の皆さんとの金銭のやり取りはフリマアプリしかもう無理だなと、まあ例えばメルカリであったりだとかラクマであったりだとかで、結論ね、メルカリはプライベートで使っていたので、今回ね白松くんステッカーはラクマで販売するようにしました。なので基本的にフローとしては、欲しいステッカーの種類と枚数をツイッターもしくはインスタの DM で僕に連絡いただきまして、でそちらで注文を受けたまわってからのその方のね専用の出品を僕がやりますので、でそちらをね、購入していただくと、まあそういった形になりますね。でありがたいことにね、本当2日で50名以上の方からご注文がありまして僕一人で対応してるんですよね。だからねちょっとこれはしまったなと、ただでさえ平日仕事してて土日は動画編集ね撮影編集もろもろやるのに、メンテナンスも含めてね、その上ステッカー一気に注文来ちゃってどうしようと、まあ、いうこともあって、定期的に販売停止というかストップをねかけつつ少しずつ売っていこうかなというふうに思ってます。
なのでね、第1回販売期間はちょっと一旦ね、終わって停止している状態ではあるんですけれども、まあまたね、1週間後とかにね、また再び再開したりだとか、まあいろいろとちょっと僕の方でもフローを考え直して、皆さんにね、行き渡るようにしていけたらいいなと思ってます。なんかね、やっぱり黒が人気ですね。背景黒、白文字の白松くんステッカー。めっちゃ黒が売れる。で、次に人気なのが、まあ、白とピンク。で、意外とね、オレンジが人気ないんですよ。でもね、実物見るとオレンジめちゃくちゃ良くて、僕とかね、会社のパソコンにはね、オレンジをね、真っ先に貼ったんですけど、なんかやっぱ写真写りの関係かな、なんか色合いがあまりよく出てないのか知れないんですけど、なんかね、オレンジが一番人気ないんですよ。っていうことをこの間ライブ配信で話したら一気にオレンジが今度売れ始めて、まあなんか今どっこいみたいな感じにはなっちゃってるんですけど、でもそれでもやっぱり黒が一番今売れてますね。いやでもやっぱりね、グッズ作成やっぱ楽しいですね。今回そのアイデアをくださった方で、そのアイデアをブラッシュアップして正式なデザインに仕上げてくださった方で、ステッカーをね、作ってくださる、その、業者さん、まあ、会社の方をご紹介してくださった視聴者の方、で、もちろんステッカー作ってくださった、会社の方。本当にね、いろんな人に助けてもらいながらね、ステッカーを作り上げたのでね、本当感謝しかないですね、本当に。で、金額もね、1枚500円、まあ、ちょっとね、ちょっとステッカーにしては高いかなって思ったんですけど、冷静にね、かかってる費用を考えるとね、もう500円ギリギリなんですよね。もちろん、ステッカーを印刷してくださったところの、まあその、原価ですよね。原価。で、送料僕が持つので、まあ84円切手なんですけど、送料分の84円のコスト。で、デザイン書いてくださった方には、もちろん仕事でご依頼させていただいたので、デザイン料をお支払いしてますし。で、さらに、ね、ラクマのアプリを使ってるので、ラクマでの、まあ、マージンが取られ、売れた時にマージン抜かれるっていうところもあって、まあ、そういう諸々のね、コストを考えると、500円でもね、100円利益あるかないかぐらいになっちゃうんですよね。まあ、なので、まあ、ちょっとね、高いって感じる方も中にはいるかもしれないですけど、まあ、そういったちょっと背景があるということをね、ご理解いただけたらなと思います。また、プレゼント企画とかでもね、定期的にステッカーは配れるようにしたいなとは思っているので、またね、そういった機会にね、参加していただけたらなと思います。ということで、ステッカーのお話でした。で、また別の話なんですけど、最近ね、もうめちゃくちゃお迎え欲が強くて、もうね、今すごい我慢してるんですよ。なんで我慢してるかというと、11月、Azure イベント多いじゃないですか。だからまあきっとね、もちろん僕、イベントには参加しますし、そこで何かしらの出会いが絶対あると思うんですよね。その前に、ショップとかでお迎えしちゃったら、本来だったらお迎えしたかもしれない可能性の子をお迎えできなくなっちゃう可能性が出てくるじゃないですか。で、やっぱね、最近ね、西アフリカトカゲモドキが欲しいんですよ。もうやっぱり、まだうちにはね、4匹しかいないので、まだまだ全然数が足りないっていう気がしていて、早くね、いろんな種類を、回収して、うちで、育ててってやりたいんですけど、イベントがあるからね、我慢してるんですよ、本当に。でもね、ペットショップ行くとね、買っちゃいそうになるんですよね、本当に。もうめちゃくちゃ我慢してる。以前もうプロップさんのところにいた西アフリカトカゲモドキのなんだっけ、ホワイトアウトパターンレスだっけ、あの子もね、めちゃくちゃ可愛くてね、もう相当グダグダ、未練タラタラで紹介動画作ったりもしてたんですけど、まあ結論ね、僕は購入せずに、まあ今に至ってるんですけど、そろそろね、そろそろお迎え
していきたいなとは思ってます。まあ、全くね新しい種類はお迎えさすがにしないと思うんですけど、まあレオパ、ニシアフあたり、まあこの辺はね、今後まあ年末に向けて新しいメンバー追加していけたらなと思ってます。いや皆さんどうされてますか？我慢してますか？今イベントありますもんね、本当に11月にまとまって、ああ我慢するしかないな。やっぱりもう休みの土日がねもどかしすぎて、時間あるからショップ行きたいんですけどもどかしすぎて、ほんとまあでもね近々実は買ってましたシリーズの生き物がうちにはまだいまして、この間第1弾ってちょっと意味深なワード入れて、あの青ジタトカゲのね、アンボン青ジタトカゲでかいやつですね、ご紹介させてもらったと思うんですけど、まだ他にもいるんですよ実は。皆さんにお見せしてないだけで、もう1ヶ月ぐらいかな飼育してるやつがいるんですけど、まあその子もねおいおい動画にしていきたいなと思います。いやそうね、これ言っちゃうとね結構皆さん気になってしょうがないと思うんですけど、まあまあまあ待っててくださいという感じで、質問箱の質問に行きましょうか。結構ね間空いちゃってたんでかなり溜まってると思うんですよね。ちょっと待ってくださいね、今アプリを開きます。はいはい、なんか明らかにこれボットだろってやつは飛ばして、うん、これ間違いなく視聴者の方が質問してるなっていうのだけを取り上げていきます。お、一つ目、有馬さんのアリマスクはどこのものですか？アリマスクっていや僕のはね、あの本当どこにでも売ってる黒のあのよくあるやつな、ピッタとかね、ピッタじゃないな、なんかよくあるやつですよ。だから別になんかこうこだわったマスクじゃなくて、あの皆さんがねよくつけられてる黒のやつとかグレーのやつとかと同じようなやつで、もうその辺に売ってるやつなんで、ちょっと僕自身もねどこのマスクかすら覚えてないんですけど、うん、本当市販のやつです。で次の質問は、この辺は多分ねボットなんだよな、うん、難しいな。ちょっとね恋愛系の質問とかもねどこまで答えていいのかっていうのもありますからね。絶対に恋愛対象にならない人とかいますか？まあまあまあいますね、アビコさんとかうん、言ったらそれはどんな人ですか、もう言っちゃったね、うん、アビコさんとか職質キッチンのね、いやもう僕めちゃくちゃ好きなんですよねアビコさん、アビコさんめちゃくちゃ好きなんですけど恋愛対象にはならないですねまあなんかあとはなんていうのかな、信頼できない人はならないですね。なんか言ってることに責任を持たないとかね、信用できない人は無理ですね。うん、次の質問、生き物系ですね。レオパのモルフ講座とかしてほしいんですけど、ネットとかで見ても難しくてわかりませんと、解説してほしいですと。あー、レオパのモルフね、うん、ほんとピンキリですからねレオパのモルフって。まああのベースはね、遺伝の方式をちゃんと理解していることと、あとは優勢と劣勢ね、うん、優勢と劣勢、何が優勢の遺伝子で何が劣勢の遺伝子かっていうのが分かっていることで、優勢は一つだけあれば見た目に似てるんですけど、劣勢は遺伝子二つ揃わないと見た目に出ないっていうね、もうシンプルに言うとそれだけの話なんですけど、いつだったかな、以前ね、レオパの遺伝講座みたいな、なんか大学の授業みたいなスライドの動画をね僕出したことがあるんで、ぜひねそれちょっと探してみて見ていただけたらいいかなと思います。多分ね再生リストのレオパヒョウモントカゲモドキのところにね入ってると思うんですよ。それ見たら多少はねわかるんじゃないのかなと思ってます。次の質問は、おお、ニシアフ最近よくお迎えしていますが、デザートソイルの厚さは何センチくらいですか？これね、あ、ちょっと今飲み物飲みますね。これ来るんだよな、これサバイバー
エナジードリンク。高カフェインって書いてる。心臓に悪そうです。もうね、うちのマンションの下にね、自販機あるんですけど、唯一あるエナジードリンクはこのサバイバーなんですよ。こればっか飲んじゃうんですけど、これ絶対体に悪いですよね、本当に。まあ、それはさておき。デザートソイルの厚さは正直ね、あんま気にしてないです、僕。何センチがいいとかがあるかどうかも正直わからないです。ただ、浅すぎても良くないと思うんで、イメージっすよ。ほんとイメージ。もう正確に測ってるわけじゃないんですけど、だいたい1センチ引くか引かないかぐらいですかね。それでも1センチは引いてるかな。うん。でもそのぐらいです。結局ね、均一にならないんですよ。敷いてもレオパちゃんとかニシャフちゃんとホリホリして勾配作っちゃうんで、なんであんまり気にしてないですね。薄すぎないように、まあ1センチぐらいはちゃんと敷こうかなっていう気持ちで入れてますね。うん、あまり飼育する上でね、そこの厚さとかってそんな重要なポイントじゃないかなと思います。次の質問、ミヤコヒキガエルに人工飼料、まあ餌を慣れさせる方法を教えてください。これはね、まあ、なんかすごい単純な話になっちゃうと思うんですけど、ピンセットから餌を食べるようにしてしまえば人工飼料も食べると思うんですよ。なので、例えば、初めはね、コオロギとか、リュビアとか、まあ、いろいろ生き餌あると思うんですけど、生き餌をピンセットから食べるようにしたらいいかなと思います。僕もね、人工飼料を慣れさせるときって、初めから人工飼料で練習したりとかってあんまやらないんですよ。なんかイメージ、生き餌をピンセットで捕まえて、目の前でちょっとちらつかせて食べるっていう、その、一連のね、流れを身につかせて、体にね、染みつかせて。で、それの人工飼料に変えるだけっていう、ほんとシンプルにそれだけなんですけど、それをね、ちょっとやってみたらね、まあ、カエルさんたちもね、いつものあれだと思って食らいついてくると思うんですよね。結構単純なんで。まあ、そんな感じですかね。はい、次行きましょう。有馬さん、いつも YouTube 見させていただいてます。ありがとうございます。有馬さんのきっかけで、西アフリカトカゲモドキの沼に落ちちゃいまして、お迎えしようと思ってます。はい、ご愁傷様です。これからも、ぜひ西アフメインの動画楽しみにしてます。あ、これ質問じゃねえな。これ質問じゃなかったですね。ありがとうございます。いや、ほんとね、僕も、まあ、レオパの沼にハマって十数年。で、今年から、まあ、正確に言うと、去年の秋ぐらいから西アフ手出して、西アフの沼にハマりまして。で、これからね、西アフ結構来ると思うんですよ、本当に。他のね、ペットショップの方とか業者の方もやっぱり言われていて、西アフかなり来ていると。で、いろんな業者の方がね、種親として買い占め始めていると。で、今から西アフがかなりね、数が増えて流通もするようになって、価格もね、若干落ち始めて、一般の方、まあ普通の方がなんか入手しやすいような価格帯で流通するようになるから、西アフリカトカゲモドキはね、今のうちにいろいろ知識つけて飼育しておいた方がいいですよと。まあそういう話もね、結構聞いたりもしまして。まあ、僕自身もなんかこう、なんか肌で感じているというか、西アフ多分来るなっていうのを今年のね、夏ですね、7月、8月ぐらいにすごい感じてて、それで、まあ僕自身がね、一番西アフリカトカゲモドキ大好きなので、まあ、力入れようかなと。まあそういうのでね、今、かなり踏み切ってやろうと思ってるんですけど、西アフリカトカゲモドキいいですよ。レオパもいいけどね、西アフもいいですよ。本当に、おすすめします。はい、じゃあ次行きましょう。事務所入ったりしないんですか？なるほど、なるほど。事務所ですね。今回、ステッカー販売してみて、やっぱ事務所入ってたらきっとマネージャーとかその担当の方がこういう処理、まあ要は処理っていうかまあ事務的な処理ですよね。発送とかやってくれるんだろうなと思って、まあそれはそれはね、グッズ販売の観点においては事務所入ってこう担当の方にフォローしてもらいながらやりたいなってすごい思ったんですけど、まあ足元はね、特に予定はないですね。まあでもどうなんだろう、
広告マージン抜かれないんだったら全然ありですね。まあグッズだったら多分ねマージン取られたりとかあると思うんですけど、まあでもなんか YouTube ってねある程度は一人でできちゃいますからね。まあただ全然その固くなに事務所には入るつもりはないとかそういうのはないんですけど、まあそもそも規模がね僕のチャンネルの規模がまだ全然なんでそもそもそういう話にはならないかと思うんですけど、まあ機会があればまあ検討の余地はあるかなぐらいの気持ちで今いますね。次の質問に行きましょうか。何人兄弟ですか？2人兄弟で妹がいます、ラジオパーソナリティをやったきっかけは、はいはい、これね前もなんかライブ配信で話したことあると思うんですけど、ラジオパーソナリティ僕大学の時2年間ずっとやってまして、どのくらいの頻度だったかな、週1か2週間に1回、ちょっと覚えてないですけど週1だったかな、まあ、ラジオ番組やらせてもらってまして、1時間の番組ですね。で、自分がラジオパーソナリティとして、まあ、ずっと1時間喋り続けるんですけど、まあ、いろんなね、ゲストさんをお呼びして、話したりだとか、まあ、ちょうど大学生っていうのもあったんで、まあ、大学の、まあ、他、いろんなね、活動されてる人とか、まあ、サークル、学生団体いろいろあると思うんですけど、まあ、そこの代表の人呼んだりとか、まあ、いろんなことをやらせてもらってね、非常にいい経験できたと思うんですけど、きっかけはね、ラジオ、パーソナリティとは全然ラジオとは別で、アクアリウム、水草水槽の作成を僕やってたんですよ、個人の仕事として。で、例えば幼稚園とか保育園とか公共の施設のよくあるじゃないですか、待合室に水槽が置いてあるだとか入り口に水槽があるだとか、ちょっと水草の綺麗なやつ、あれをねやってまして、僕が個人で。で、ちょうどそのラジオ番組、まあラジオ番組というかそのラジオのその、なんていうんですかね、あそこ。まあラジオのそのスタジオの入り口に水槽の設置のね、仕事をやってたんですよ。で、まあ週に1回メンテナンスで顔出してたんですけど、その時にその社長の方からですね、社長さんから。だからラジオ番組に空きが一つ空いたという話を振られて、でもしよかったらやらないっていうね、ほんと振り、むちゃ振りっていうか振りをねいただいて、で当時ね僕も何でもやりますよっていうスタンスでいろいろとやらせてもらってたんで、あラジオかと、まあ、やったことないけど、まあ、喋れることは喋れるし、まあ、いい経験だからやりたいなと思って、まあ、メンテナンスしながら、あやっていいんですか、じゃあお願いしますみたいなそういうね軽いやり取りからねスタートしまして、いやでも本当ねいい経験やらせてもらいましたね。楽しかったです、ラジオ。やっぱねラジオはね僕一人で延々と喋るっていうわけではなくて、まあ、ゲストも呼ぶんですけど、ちゃんとねBGM の切り替えとか間に曲流せるんですよね。例えばその福山雅治さんの曲とかを流したりとか、まあ、いろんな曲流したりしてたんですけど、そういうのがあるから、より雰囲気も出るし、スタジオがね、ガラス張りで、外から収録してるのが、収録じゃないか、生配信か、あれは。外からね、生配信してる姿が見れるんですよ、ガラス張りで。で、そういったところにね、知り合いが見に来てくれたりだとか、なんかそういうのもあったりとかして、結構ね、楽しかったですね。まあだから、きっかけは本当、ラジオ局に水槽設置して、メンテナンス通ってたら、急にやらないって声かけられたっていう、まあ実はそういう流れでした。楽しかったです本当に。次、黒髪はショート派ロング派なるほど、これ多分あれですね、僕が黒髪の人が好きっていう話をしたので、多分ショート派かロング派かっていう質問が来てるのかなと思うんですけど、どうだろう、あまりねこだわりはないんですけど、まあ、ショートは、まあまあ、好きですね。ボブとか。まあでも、ロングも全然似合う方は似合うし、なんか、ありえないぐらい長いの。お尻の位置ぐらいまで髪が長いとか、そういうのはちょっとなんか、またイレギュラーな気がするんですけど、まあ、ショート、肩ぐらいの位置の長さとかだったら、まあいいんじゃないですかね。
まあでもやっぱ黒髪いいですよ。結構ね、女性の方染めたがる方多いと思うんですけど、黒髪はね、いいですよ。黒か暗めの茶色、うん、意外と男性はね、好きだと思いますよ。次の質問、 YouTube を始めたきっかけは何ですか？ YouTube 始めたきっかけ、きっかけはね、まあきっかけか、まあ僕前々からやりたいと思ったんですよ。本当に大学の頃から、それこそね、ワニさんとか動画見てたし、うん、いろんな方の動画見てて、自分もね、ありえないぐらい生き物を飼ってたんで、大学の時も今よりも数飼ってたんで、時間もいっぱいありましたしね、うん、こんだけいっぱい生き物飼ってて、飼育のノウハウ持っていて、飼育経験もね、そのまあ 2,3 年とかそんなんじゃないし、もう本当に中学校ぐらいから小学校ぐらいからずっといろんな生き物飼育してて、飼育経験値も長いあると、まあ、だったらね、その動画とかで配信、情報発信したらいいじゃんっていうのはずっと思ってまして、やりたいなやりたいなと思ってたんですけど、自分がね、その動画編集だとか、まあ、広告界隈の知識とかそういうノウハウがね、全くなくて、なかなか踏み切れてなかったんですよ。もうほんとそれだけの理由でやらなかったのは。で、それがまあね、仕事するようになり、いろいろ経験を積んで、まあ、どういうやり方で、切り口で、どういう戦略で、どんな感じでやっていくかみたいなのが、イメージが具体化されてきたのがちょうど昨年の年末とかぐらいでして、だったらもうやろうよと、うん、もうなんかやらない理由が他にない。あるとしたらちょっと時間の問題とかはあると思うんですけど、まあそれはね、努力でいくらでも調整はできる話にはなるんで、もうだったらやろうと、人生一度しかないしっていうことでやりましたね。まあそれが今年の2月半ばぐらいと、まあそういう感じですかね。まあなんで元々やろうとは思ってました。だいぶ前から。うん。はい。次の質問は、有馬さんの顔公開、いつですか？顔公開。いや、特にね、決めてないんですよね、全然。決めてないんですよ。顔公開か。まあ、もちろんね、コラボさせていただいた YouTuber の方だとか、ご一緒させてもらった方はみんな僕の顔知ってますし、うん、まあ、もちろん会社の人は僕の顔知ってますし、別になんかこう顔に何かがあるから隠してるとかそういうんじゃないんですけど、まあでもね、これ一回ねマスクしてね動画出てたら外すのハードル高いんですよ、うん、顔がなんかやばいからとかそういうのがなくても外すのハードル高いんですよ。分かってくれますこれ。きっとねあると思うんですよ、皆さんが皆さん一様にそれぞれ、理想のイメージが。100人いたら100人に、100人のその理想に応えることはね、100% 無理なので、できるだけその理想を理想のままでいてほしいというか、いてあげたいというか、なんかそういう気持ちがあって、もうわざわざマスク外して、数パーセント、数十パーセントの方の理想を崩す必要もないんじゃないのかなと。結局、ラフチャンネルのメインは僕じゃなくて生き物なんで、まあまあまあいいでしょうと。まあそういうふうにね、今思ってまして。だからまあね、マスク外す、いつ外すかとか特に決めてないですよね、ほんと。まあでもね、なんやかんや、イベントとかでは、ね、喉が渇いたらそれ飲み物飲むし、なんならこの間の横浜ブラックアウトでは普通にねドトールで僕飲み物飲んでましたからね、横で視聴者の方何人もいたと思うんですけど、きっと会場来られてたと思うんですけど、普通に休憩がてら余裕でドトールで飲み物飲んでましたからね僕。マスク外してまあなんでまあまあ見れた人はねラッキーかなぐらいの感じでお願いします。これ難しいな。何何？有馬さんの大きな野望と小さな野望は何ですか？なぜ大小を分けて聞くんですかね。大きな野望は、やっぱりね、うん、チャンネル登録者数、まあ数十万人とかまではやっぱ行きたいですね。
脱サラして YouTube と個人事業だけで生きていける、そういった人生を歩みたい。小さな野望、西アフリカトカゲモドキうちにいっぱい、西アフリカトカゲモドキで埋もれたいそんな感じですかねすごい適当かもしれないけど、そんな感じです。次の質問、おお、めちゃくちゃ長いぞ。読みますね。またこれ読んだ後、やっぱ質問じゃなかったみたいな展開もあるかもしれないですけど、お付き合いください。お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。横浜のブラックアウトで双子ベビーをお迎えしました。おお、おめでとうございます。双子ベビーか、かわいいですね。双子ベビーは現在生後3ヶ月なのですが、野菜を全然食べてくれません。はい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 。スポイトでお水あげたり、水置きをケージの中に置いてあるのですが、心配になってきます。野菜食べるようにするにはどんな工夫をすればいいでしょうか。現段階で野菜を食べなくてもそこまで心配する必要はないでしょうか。ちなみにコオロギは食べてくれています。ああ、なるほどですね。どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。双子はね、レオパとかみたいにごくごく水はあんまり飲まないんですよ。まあ、温浴の時飲んだりはするんですけど、基本的にね、白マッチャも赤マッチャも、なんか、水飲み場というか、水入れ置いてても、なんかそんなにね、別に飲んでたりするところあんま見たりはしないですし、基本的に食べ物、コオロギだとか、豆苗とかバナナとか、なんかそういうものから水分を摂取する。で、たまにちょっと霧吹きしてあげて、まあ、それ舐めたり、温浴してる時にまあ飲んだり、まあそんな感じなんですけど、だからそこまでね、心配はしなくてもいいと思うんですよ。で、野菜を食べてくれない子に対して野菜を食べてもらうコツみたいなのって、前なんか動画であげたことあると思うんですけど、日光浴させた後ってやっぱ日に当たってるんで、めちゃめちゃ喉乾いてると思うんですよ、双子さん。だから日光浴終わったタイミングで口元に豆苗とかちらつかせると、まあ、水分摂取の意味合いも含めて結構ね、がっついて食べてくれたりとかしますよ。あと朝、寝起きやっぱ喉乾いてる可能性があるんで、寝起きに野菜あげると意外とね、食べてくれますね。寝起き、体温め終わったタイミング、だから与えるタイミングとかをちょっとね、工夫してみてください。そんな感じですかね。次の質問、ちょっとね、質問溜まっちゃってるんでね、解消しないとですね。マックに行ったら食べるものは何ですかすごいなんか軽い質問ですね。チーズバーガー、あと何があるかな。チーズバーガー、なんだっけ、思い出せないぐらいだからそのぐらいかな、マック、そうね、マック行くときってちょっと節約したいときなんですよ、僕の中で。だからマックで安く済ませたいからチーズバーガー食べるみたいな、なんかそんな感じですね、フィールドワークでも、次の質問ちょっと面白そう。フィールドワークでも革靴を履いているようですがはい、そうですね、革靴でダッシュもできますか、トカゲ捕まえるときなどになるほどねお前フィールドワーク革靴履いて行ってんのやなと、お前革靴でダッシュできるんかと、トカゲ捕まえるときに俊敏な動きできるんかと、まあそういう質問ですね。そうですね、多分カナヘビぐらいだったら捕まえられると思うんですけど、日本トカゲを捕まえるときに革靴は多分無理かな無理そうですね。そうなんですよ、まあ別にそのなんていうのかな、多分僕がフィールドワーク動画出した時に、以前そのナマズをね捕獲するとかカニ釣りとか、まあいろいろ用水路にトラップ仕掛けて捕まえる系の動画出した時に、普通に今まで通りの革靴を履いて出てたんですよね。であれはまあちょっと理由があって、実家に帰ってた時で靴がもうあれしかなかったんですよ。まあ軽いフィールドワーク程度だったら全然ね、僕もまあ革靴のまんまやったりしたりするんですけど、正直。まあでも結構山に入るとか、がっつりね、やるときは、さすがにね、靴履き替えます。さすがに。昔ね、よくね、奈良の春日大社って、
三大があるんですけど、春日大社の上がってってそのさらに奥の裏山に一人でフィールドワーク行ったりしてたんですよ。で、まあ何を捕まえてたかというと、トノサマガエルとか、なんか両生類系、結構ね、奈良はカエル系豊富にいまして、ヘビもね、いまして、結構。それをね、一人で捕獲しに行ってたんですけど、春日大社なんか突っ切って、一旦市道に、あ、市道じゃないや、公共の道路に出て、そこからまっすぐ行って、さらに奥に行くと、また山の中に入れる入り口があって、みたいな。そういう時はね、ちゃんとした靴履いて行ってましたね。やっぱりマムシとかも出るんで、昼が出るほど深い山ではなかったんですけど、よくトノサマガエルとか、ヤマアカガエルとか、シュレーゲルアオガエルだとか、捕まえてましたね。フィールドワークね、好きなんですよ。多分皆さんね、僕の動画見てると僕の動画のイメージからだとね、到底こいつフィールドワークできそうにないなって、多分イメージがあると思うんですけど、めちゃくちゃフィールドワークね、やりますからね、僕、本当に。もう普通に、大学いた時は、用水路、ジーパンめくって、裸足になって、用水路の中ジャバーンって入って、水路で、多分今から交尾するであろうシマヘビをね、右手に1匹、左手に1匹、尻尾つかんで、一度にシマヘビ2匹捕獲するみたいな、まあそういったこととかもね、やったりしてたんで、すっぽん素手で捕獲するとかね、普通に大学帰りチャリ降りて、見つけたからね、降りて、その場で靴脱いでズボンめくってズボーンってね、ズボンめくってズボーンってなんか、アホらしいこと言ってしまった。要するに中入って、スッポン取ったりとかやってましたからね、なかなかそういう映像をね皆様にお届けする機会がないんですけど、まあ今年はもうちょっと寒くなっちゃうから無理かな。来年とかねフィールドワークやれるときはねガンガンやっていきたいなと思います。他の質問はなんかいろいろ来てるけど、なんかいいのないかな。ああ、質問箱全然使ってないんですかっていう質問があるんですけど、すみません。質問箱で質問は募集してるんですけど、質問箱上でご返答することはありません。基本的にね、有馬ラジオで回答するっていう感じですね。爬虫類の情報はどこで入手しますか？いろんな種類や魅力的な子たくさんいてもっと知りたいです。爬虫類の情報か。イベントは、ツイッターとか、それこそね、視聴者の方が、今度何々あるとか、まあいろいろとね、フィード見てると流れてくるんで、そこで自然とキャッチアップしてるんですけど、まああとは自分の気になる種類の爬虫類とかだったら、やっぱ検索してお店探したりとか、積極的に自分で情報取りに行ってますね。なんか、これ見とけば大丈夫とか、そういうのはね、特に、ないんですけど。って感じかな。次。はい。アステカキットで何を飼育するんですか？はいはいはい。皆さんね、結構動画に映るんで気になってるかと思うんですけど、まあ、クレセット月光をね、お迎えしたいと思ってるんですけど、どういう子かというと、黒系のね、クレセット月光をお迎えしたいなと思ってます。黒いやつ。そうなんですよ。でもね、なかなかいなくてね、見つかってちゃんと購入できる機会があったら買うんですけどね、なかなかいないんですよね。真っ黒というか、もうめっちゃ黒いクレステと結構。まあ、見つかったら入れるんで、楽しみに待っていてください。結婚してくださいって。その一言。ありがとうございます。次。ちょっとね、恋愛系はね、一旦スキップしますね。いろいろ来てるけど。有馬さんはベッドで寝てるの？新聞は撮ってますか？なかなかちょっと違う系統の質問が一気に来てますけど、僕は、ベッドじゃないですね。敷布団ですね、今は。新聞は撮ってません。日経の、なんだろう、アプリ。携帯で見てます。紙の新聞は撮ってないですね。なんだこれは。こんにちは。ラフチャンネルの偽物有馬です。偽物とかいるんですね。偽物有馬は本物有馬さんの眉毛が好きです。ほう。最近眉毛の濃さが変わったのは光の加減ですか？
話は違いますが、今の視聴者の男女比を知りたいです。おぉ。多分光の加減ですね。僕眉毛ほぼほぼいじってないんですよ、本当に。生まれた時からね、赤ちゃんの頃から多分ね、今の眉毛の形で、もう本当生まれた瞬間この形なんですよ。すごくないですか、本当に。一切ね、いじってないですね。あまりにも伸びすぎてちょっとこう、やばいな、目も当てられないなっていう時は、まあ若干カットしたりするんですけど、ほぼほぼノータッチなんで多分ね、光の加減ですね。で、話は違いますが、変わりますがと。まあ男女比ね。男女比は男性が7割、女性3割です。そう、男性の方が圧倒的に多いんですよ。うん。次。どんな仕事をやってるんですか？ YouTube 以外答えられないなら大丈夫です。ああ、YouTube 以外だったら IT の会社で、まあ動画サービス系の仕事してます。まあね、Netflix とかいろいろあるじゃないですか。動画見れるサービス。まあそういった感じのね、ことをやってますね。おお、これ面白そう。フトアゴ買いたいなって思ったら、有馬さんの動画見て絶対買う意志に固まりました。責任取って篠松くんの動画増やしてください。質問じゃなかった。篠松くんの動画か。まあ、そうですね。なんかちょいちょいいろんなとこで小出しで出たりするんですけど、がっつりフトアゴの動画っていうのは、あんまり頻度的には高くないかもしれないですね。まあ、なので、今後増やしていきましょうか。フトアゴ動画。まあ、赤まっちゃんが可愛いんだよな。白まっちゃんも可愛いんだけど、赤まっちゃんがね、無邪気な感じが可愛いんですよね。また赤まっちゃんの動画近々出しますね。月の1ヶ月のメンテ代はどれくらいですか？ああ、餌とか含めてか。1ヶ月のメンテナンス費用はだいたいね、いくらぐらいだろう。コオロギが1回に僕5000円分ぐらい買うんですよ。を月に2回か3回。多くて3回。なんでまあ1万5000円か。うん。多くてですね。で、あとはもう亀の餌とかぐらいか。あんまりね、まあ、電気代は除くんって考えたら、餌代、その他もろもろ、なんかこう、ソイルとか、キッチンペーパーとか、まあそういうもろもろ考えても2万円いかないんじゃないのかな。多分2万もいかない気がするな。だと思います。うん。そんな感じですかね。ちょっと、質問がまだいっぱいあるんですけど、ちょっと今日ね、だいぶ長くなっちゃったんで。うん。そうですね。お手伝いさんでいいので雇ってください。住み込みで家事全般やります。これ雇うってことは僕がお給料を払わなきゃいけないってことですよね。まだね、YouTube まだ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 、全然ね、ビギナー YouTuber なんで、ちょっと雇う余力はないな。難しいっすね。いやでもほんとね、欲しいですよ、家事代行。ほんとに欲しい。やっぱ、そこに割く時間があるんだったら動画作りたいですもんね。まあ、多分みんなそう思ってると思うけど、全然関係ない質問ですけど、生き物以外な質問ばかりでも OK でしょうか？じゃあ好きなランチメニューは？僕が許可を出す前にもう質問を出すというね。じゃあ好きなランチメニューは？ランチメニュー。ランチとかしないからね。コンビニだからね。ランチ。まあでも、肉系？唐揚げ弁当とか、なんだっけな。豚の生姜焼きとか、そういうちょっと味濃いめのやつとかかな。は好きですね。偶然会ったことある芸能人って言いますか？まあ、仕事柄、芸能人というか有名な方とよく会ったりもしますし、ほんとね、道端歩いててたまたま会った、初めて会った人っていうのは、YouTuber の、福れなさんは見かけたことありますね。福れなさんと、彼氏さんの M 君は見かけたことがありますね。あと、あやなんさん。と柴優さんは見かけたことがあります。あやなんさんはお話ししたことがあります。直接たまたま会って、であとはムロツヨシさん歩いてましたね。夜ムロツヨシさんと、まあ、そのご一行の方々がムロツヨシさんを囲うようにして道歩いてて、
だから飲みに行かれてたと思うんですけど、うん、いましたね。たまたまでもそのぐらいかな。うん、やっぱりいるんですね。いるんですよっていうか、まあ当たり前だけど、普通にやっぱりね、都内だと いらっしゃるんですね。はい。なんかすごいなんか頭悪そうな意見を言っちゃったけど、まあでも仕事柄はね、結構声優さんとかお会いしますし、うん、まあよくいろんな方会いますね。他の質問は、おう、有馬さんは来月イベント全部行くみたいですが、イベントに行けば有馬さんに会えて写真撮れますか？はい、あ、大丈夫ですよ、全然。あの、横浜ブラックアウトの時とかも何人かあの一緒に写真撮らせていただきましたし、全然大丈夫ですよ。もしかしたら中にはあの声かけづらいって思われる方もいるかもしれないんですけど、僕全然そんなことないんで、あの気軽に声かけてください。なんか見た目的に声かけづらかったりするかもしれないですけど、人によっては全然そんなことないんで。受験勉強つらいです、応援してくれませんか。いやー、気持ちわかる。受験勉強 ほどつらいものってないですよね。僕ね、めっちゃ勉強やったんですけど、めっちゃ勉強嫌いだったんですよ。受験勉強マジしんどかったな。うん、僕ね、あの浪人してるんですよ。なんで予備校通って勉強したこともあるんですけど、なんであんなしんどいんだろうね、勉強ってね。多分なんだろう、試験に通るためにやってるからきついんだろうな。なんか実用性があってリアルタイムで目の前の仕事に反映されるような勉強とかだったら、よりこうなんだろう、自分ごと化してやれると思うんですけど、難しいんですよね、受験勉強って。しかも科目教科も多いし、試験範囲も広いし。いや、気持ちわかりますよ、頑張ってください、受験勉強。でもね、結局受験勉強って試験に受かるためっていうのもあると思うんですけど、何かを やり遂げるときに我慢して忍耐して学ぶ力を身につける、そこが一番ね大事なんで。本当に結局仕事しても何か学びながらいつもやるんですよ。やったことないことを急にやってって言われたりもするし、まあ、その度に勉強しなきゃいけないんですけど、そう、何かをね、あの学ぶために勉強する、その一連のプロセスを身につける訓練と思ってね、頑張ってやってください。やっぱね、それできる人できない人じゃ大きくね分かれると思うんですよ。本当に応援してます。今は無理だけどすいません、いきなり次の質問に変わりました。今は無理だけど飼ってみたいペットいますか？いますよ、いっぱいいますよ。クシトゲオイグアナ飼ってみたいですね、自宅で。あとはカイマントカゲ飼ってみたいですね。で、他はいるかな。あ、ワニガメ飼育したいですね。あと何がいいかな、ネオケラか。これは爬虫類じゃないけど、ネオケラっていう廃魚。他はね、何がいるかな、結構いますよ。やっぱりスペースの都合とか、長年飼育する上での管理コストとか、まあそういったものをね、いろいろ考えて、自分のキャパ的にいけるものだけを今飼育してるって感じなんですけど、そうなんですよ、いっぱいありますよ。ハライチの岩井さんに似てるって言われませんか？これね、調べましたよ。ハライチの岩井さんに申し訳ないですけど、すいません。多分似てる気がします。マスクしてたら似てるかな？なんか着てる服も黒だし、結構。なんか体の体型というか細さも似てるし、似てるかもしれないですね。すいません、ハライチの。岩井さん、こんなこと言って申し訳ないですけど。お、有馬さんに会いたいです、陰ながら応援してます、ありがとうございます。こういうコメント嬉しいですね、ありがとうございます。猫飼いませんか？いや、飼いたいですけど飼いません。あの、ちゃんとしっかり幸せに育ててあげるあのキャパが今ないんで、飼えないですね。飼いたいですけど。
ぐらいですかね。ちょっとね、他にもいろいろね、質問は来てるんですけれども、こまごまとしたものは。ちょっと今日はね、だいぶ長くなりすぎちゃったんで、この辺でね、終わりたいなと思います。まあ、50分か。まあ、作業しながらとかだったら、ね、ちょうどいいんじゃないですか。うん。50分。いつもね、20分、30分ぐらいの感じなんですけど、今日はちょっと長めにやってみました。まあ、ちょっとね、有馬ラジオは基本的に、一度録画ボタンというか、音声のね、収録ボタンを押したらね、止めずにずっとやるという形でやらせてもらってるので、途中ね、なんか噛んじゃったりとか、聞きづらいところとかきっとあるかと思うんですけど、何卒ね、ご了承いただければなと思います。まあ、そんな感じで、有馬ラジオボリューム25、これで終わりたいなと思います。それではまた、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。